6番の藤木、そして5番の澤田義和、近畿勢を抑え込んでいくか。まず4番の高橋洋介、アクションを起こして上がってきました。4番の高橋洋介が誘導員の後ろ、その後ろですが外から8番の斉迫が上がってきました。8番の斉迫先頭、外3番の古性優作スーッと上がって、さあインを切る感じ。3番の古性が上がって先頭、まだペースゆっくり。2番手6番の藤木、インコース8番の斉迫、そこを7番の杉森と朝倉、この辺が上がってきました。さあ関東勢先制、先行7番の杉森、そこ4番の高橋洋介が今度は杉森を叩いていく。2番手に9番の大月が入って、4番9番と遠くの2人、7番の杉森が3番手、4番手に朝倉、あとは3番の古性がマッチ中段、後ろは6番5番8番2番の体勢。3コーナーから4コーナー、逃げる逃げる高橋、番手9番の大月、後ろは7番の杉森、インから朝倉、直線に入った。4番の高橋先頭だ、高橋先頭外に膨らんで7番3番ですが、どうでしょう。外から